クーパーの気配が近づいてくるわい。とても不快じゃ。悪い気じゃ。なあ、あんたも相当気味が悪いぜ。だいたいゴーストを仕向けるなんて普通じゃないね。ふっふ、ああ、すらい。口が動いているのは見えるが、何を言っているのかわからない。ベラベラベラ。顎を動かしたければいくらでも動かすがいいさ。また死後の世界で会おう、スライクーパー。戻ってこい。逃がさないぞ。ごもっとも、ごもっとも。では使用人のチャムリーと一緒にこっちに来てもらおう。はあ、罠か。心配はいらない。気に入らない客にいつも参加してもらうちょっとしたゲームじゃ。あんたの注意力を試してみたい。なんだって？そうじゃな、強力な魔力をあんたに向かって解き放つ。あたしと同じことを繰り返せばいいんじゃ。しかし失敗したら痛い目に遭うぞ。ゲームをしようってのか。受けて立つぜ。にはリズム感があるようじゃの。しかしキング相手にリズムは何の役にも立たんわい。
やつは誰よりもタフじゃからな。中国にあるやつの本拠地を嗅ぎ回ると恐ろしいことになるぞ。あんたらと同じレベルなら大したことないと思うぜ。ミズ・ルビーの持っていた秘伝書の切り抜きはスライツン・カーメンの記した部分だった。彼はインビジブルテクニックで横暴なファラオや強欲な貴族から盗みを働いた。お約束通りフォックス警部が現れ、俺たちは退散した。71年のゾンビ召喚禁止協定に違反したとしてミズ・ルビーは終身刑に。俺たちギャングはその頃常夏の日差しを浴びながら次の任務の計画を練っていた。